えと新境は国パイロットです。えー、と今日はですね、マイクロソフトフライシミレーター、まあ、2020で、まあ、F15 イーグル戦の時に乗ってるんですけど、まあ、パイロットっていうのは、まあ、一度離陸したらやっぱり着陸できた方が、えー、何かといいと思うんですよね、あのー、人命が失われなかったり、えー、高価な飛行機を失うことがなかったり。 <え>ー <laughs> まあ、ゲームだからいいとはいえ、やはりあのパイロットたるものを着陸できないのは何かと問題なのではないかということで、ま,あ、まず F15 イ、e、ーグル戦闘機で、ね、着陸できるようにしたいんですけど、まず着陸の時にどういうふうに操,操作をし,てしたらいいかよくわからないと。そういうことでね、まあ、大昔 えと私ね飛行機のことが結構好きだった時代があるんですよねでその頃買ってきた F15 戦闘機の、えー、と本をあの古い本棚から、えー、とちょっと持ってきました それで最後にあのジェフェリー・エセルチョ、F15 イーグル、世界最,の最強の制空戦闘機。えー、私の F15 のイーグルの、えー、バイブルですね。えっ、ー、とね、でも結構古いんですよ、これ。1995年11月24日、一般なんで、えー、まあまあ、相当古い本です。で、まあ、こういうのを、えー、参考に勉強して、 F15 戦闘機がどうやって着陸するかっていうのを、えー、調べてみました。はいでえー、っとこれが、えーえーね、F15 イーグル戦闘機で着陸する、えー、時に、えー、どう飛ぶか、どう着陸するかっていうのを、えー、調べた、えー、結果になります。えーっとね こっからこっちが F15 戦闘機の、えー、と離着陸の、えー、パターン。それからこっちはあの羽田空港へ、えーとまあ、あの着陸する時の、えー、パターンを、えー、書いたものですね、えーとで。まず離陸なんですけど。 えと離陸の前にヘッドアップディスプレイオン、パッキングブレーキを、これはあの、フライトシミュレーター、えー、の操作なんですけど、えっ、ー、と、立にはもう、あの、パッキングブレーキついてないらしいですね。で、えっ、ー、と、ここでアフターバーナー、まあ、まあ、ミリタリーでも全然離陸できるらしいんですけど、えっ、ー、と、あの、ふかして、えっ、ー、と、<laughs> ホイールブレーキ外して、 滑走していくとで。ローテーション、機、え、種、ー、上げが120ノット、ピッチ角が10度。で160ノットになるとエアボーン、要するにあのくあの空中に飛び上がるよ。250ノットになる前にギアとフラップを上げてください。からえー、そのまま350ノットで上昇していきます。これはあのミリタリーで上昇するときも、アフタバーナーで上昇するときもあるんですけど、えーと その時、まあピッチ角は10度から45度ぐらいになりますって本には書いてありました。で、えー、っとね、そのまま、えー、っと、ミリタリーでは、えぇ、ー、ハ、ま、レ、あ、ハ0.9になるまで、えー、っと、加速します。あ、あとと、あの、上昇してきます。で、アフターバーナーは、マッハ、まあ、0.95になるまで、えー、飛んでいきますと。で、まああの、<laughs> アフターバーナー全開だと3万フィートまで行くのに、だいたい、えっ、ー、と、1.25分ぐらいで行っちゃうと。?1.25 分かな ?1 分25秒かなちょっとどっちかわからないですけど。っていう感じで、まあ、離陸の手順はそうしてくださいって書いてある。で、えっ、ー、と、着陸なんですけど、あのジェット戦闘トってオーバーヒットアプローチっていう、えっ、ー、と、変わった着陸方法があって、えっ、ー、と、一旦こう、 まあこれ、これ滑走路。さっきの離陸の時もこれがまあ滑走路だと思ってください。で、えっ、ー、と、着陸の時、一遍滑走路の上をパスしてから、これでピッチアウトって言ってぐるっと半周して、で、あのー、えっ、ー、とね、離陸も着陸も、えー、と基本的にはあの向かい風で、えっ、ー、と、やるような運用に、えー、となっています。どうしてかっていうと、あのー、 えっとね、待機速度が、えー、っと、同じ、同じでも、向かい風の方が、えー、っと、待機速度は遅くなるんですよね。なので、えー、っと、地面に対して、ゆっくりの速度で降りれるような、えー、っと、運用をしてるってわけです。で、<laughs> さっき言ったみたいに、ななんでの、向かい風でこう来てて、えー、っと、こう、まっすぐパスして、ピッチャーウトっていうので、反周して、それから、ずっと回ってきて、 からもう一回半周して、からファイナルアプローチをして降りるっていう、そういう、えー、っと運用するんですね。で、実際の時はまあここのところとここのところで、まあ、急減速するっていうのもあるし、あの、まあ、着陸の前に後ろから敵機が追っかけてきてないかっていうのを調べる目的もあるって、なんか、あの、航空祭のなんかアナウンスかなんかで聞いたことがあるような気がします。 でこれね、あのー、本読んでもね、なかなかこのと時は高度こんだけで、速度こんだけっていうのは、載ってないんですよ、あの本に、あの形のこ,こ,こうなってるよとか、こういう機能があるよとか、武器はこんなのだよっていうのは、もちろん戦闘機なんで、みんなそこが知りたいんで、そういうところは書いてあるんですけど、<laughs> そういう基本的な、こう,こういうふうになった時に大体何ノットでとかっていうのは、あんまり書いてなくて。 でこの絵もね、F15 だけだとね、よくわからないところがあるので、ところどころ違う飛行機の、えー、とデータも混じってます。まず、一番最初、ここ入ってくるとき、乗収経路高度、常、ま、習、あ、経路速度。常収経路速度は、このイーグルの場合、325ノットって書いてありました。で、えっ、ー、と、高度がわからなくて、高度はどうも、 あの参考なんですけど、F14 トムキャット戦闘機が着艦するときは、高度はあ800フィート、えー、っと速度は、えー、っと300から350ノット、えーっとまあ、あの陸上の飛行機はあの、飛行場は高度が違うんであの、なんていうのかな、単純にその、 まあ、高度が書けないっていうのもあるって思うんですけどね。海抜高度まあ、着艦は海抜高度だから高度ド必ずわかるんですけど、その飛行場の、あの、あの、なんていうのかな、高さ、標高から、えっと、何フィート上とかっていう形になっちゃうんだと思うんですけど、でまあ <laughs>、そういうふうで325ノットでここに入ってきます。で、ずっとそのまんま325ノットで、滑走路の途中まで来て、 で、そこから、えっ、ー、と、ピッチアウトっていう操作、操作で、こう、半回転します。これ、あの、F14 の場合は、レベルターンって書いてあるので、レベルターンって、あの、コードが変化しない水平旋回なので、多分、F15 もまあ同じだろうと、水平旋回だろうなと思って、こう、だから、ここのコードが、ま、ちょっと、あと、F14 の場合、どうなるかっていうと、えっ、ー、と、800フィートの、 で、高度800フィートで、エンジンはアイドルの状態で旋回しますって書いてありますで、800フィートって、この、入ってきたときと同じなので、えっと、ここのところは高度下げずにまっすぐ飛ぶんだと思います。で、ここでぐるーっと、まあ、4 0 60度バンクって、はてなってついてるんですけど、これあの、は他のジェット戦闘機の,あのトラフィックパターンから、ここにこうやって書いてあったの、えっと映してるので、 はてなですで。回ってくると220ノットぐらいまでイーグル戦闘機は速度が落ちているでこのあ、えっとフラップとギアをダウンしますとでえっ、ー、とね F14 の場合はこう600の高度600フィートになった時に えっと、ランディングチェックリストっていうなんか手順があって、なんか多分チェックすると思うんですけど、この時にあの600フィートなんで、800フィートから600フィートまで下がってるので、ここからここは高度下がるんだと思います。で、ここからここまでこう来て、ここからベースウンに入るんですけど、えー、っと、F14 はここが450、高度450フィート。で、えー、っとね、 F15 イーグルの場合は、えー、速度だけ分かっていて、ここが140ノット、でここからエアブレーキしようかと書いてあります。エアブレーキは使っても使わなくてもあの着陸できるみたいです。えっ、ー、と、まあ,あの、なんていうのかな、あるんだから、まあ、使ってもいいんじゃねってあの本人は書いてありました <laughs> あの。自衛隊を使う人が多くて、アメリカ空軍とか、アメリカはあんまり使わない人が多いみたいなことも書いてありましたね。 でここでファイナルターンがして、このエントリーのところ、ここは F15 イーグルの場合、高度300フィート、えー、速度125ノット。まあ、あの125ノットがあの着陸侵入速度だって書いてあったので、そ,それを書いてるだけなんですけど、でここが滑走路、えー、ーターンから2500フィート、大体700メーター。 F14 の場合は大体ここが3.4マイルのところで高度360フィートって書いてありました。まあ、トムキャットの場合ですね。でずっとここから降りていって、で、えー、っと設置する時は、えー、っときは時速110ノットまで。で、ピッチい大体あの12度ぐらい。そのまんま維持して、で、80ノットまで降りたらノーズダウン。要するに えっと前輪を設置させますそこからまあホイールブレーキかけますと。<laughs> でえー、っとね F15 イーグルってどうもあの60ノットぐらいになった時にフラップが降りてるとエレベーターが効かなくなるって本に書いてあってなのでできるだけフラップは70ノットぐらいのところで上げた方がいいですって。 まあ、上げないパイロットもいるみたいなんですけど、上げた方がいいですよって書いてありました。で、えっ、ー、と、あの、ブレーキかけて止まるというのが、あの、なんていうのかな、オーバーヘッドアプローチって言われている、えっ、ー、と、戦闘機の着陸手順になります。<laughs> で、これ参考なんですけど、えっ、ー、とね、AOA 系。 向かい角、要するに飛行機が進,進,む角度あの進んでいるのと、えっと、飛行機の機種が向いている方向って、まあ、基本的に違うんですけど、それが上下にどのくらい角度があるかっていうので、あんまり大きくなると失速しちゃうんですね。F4 の場合、えっと、AOA 系っていう向かい角形っていうのがあって、その読みが15から19.4のところにまず、えーっと、警報音が鳴りますよと。で、ぽぽぽーってなるらしいです。 で、19.4から22.3の時にポーってなるらしい。で、22.3からは、ここから本当に失速する可能性があるのでピ、PPP ピピってなるらしいんですけど、F4 の場合は、着陸する時になんかポーって言いながら降りていって、えっ、ー、と、最後の設置の瞬間に PPP ピピピってなるぐらいで降りるのが上手な降り方だって書いてありました。で、えっ、ー、とね、ここの、最後の、 あの、ところ、最終侵入のところなんですけど、グライドパスが多分3度ぐらいだと思うので、えっ、ー、と、125ノットで降りてくると、多分、効果速度は6.54ノットだと思います。で、まあちょっと計算怪しいんですけど、えっ、ー、と67、673フィートパーミニッツじゃないかなと思います。これなんか、寝ぼけながら連絡叩いただけなので、もしかしたら間違ってるかも。えっ、ー、と、 っていうところですね。これが、こっから、あの、こっちが F15 の話です。で、次、お、ちょっと F15 のなんか、性能的なものもなんかメモってありますね。えー、っとね、F15 戦闘機、瞬間旋回率、えー、毎秒16度以上。で、維持旋回率。維持旋回率って何かっていうと、えっと、高度を下げずに、あの、 9000回したときにどれだけ早く回れるかっちいうことですね。で、これが毎秒14度。で、F15 戦闘機は、えっ、ー、と、大体400ノット、えー、1万5000フィートで、アフターバーナー全開で 7.7G、7 3時旋回が維持できるらしいです。まあ、昔はこの方も結構。 覚えてたんですけどね、あの、忘却力が高くなっちゃって、全部もう忘れちゃってますね。で、えっ、ー、と、これが、羽田空港の、えー、東京国際空港の、えっ、ー、と、あのー、滑走路のレイアウトになります。で、滑走路は、この A 滑走路、B 滑走路、C 滑走路、D 滑走路と4本あります。で、<laughs> それぞれ、あのー、なんていうのかな、 こう通過する向き、着陸とかあの出発、あの離陸とかするときの走っていく向きによって滑走路の名前が変わっていて、まずあの、この方位がありますね、であの北が0度とすると、東が90度、南が180度、西が270度で、この、ね、滑走路の名前の数字の部分っていうのは、これに一番最後の桁を落とした数字になります。だからま北を向いてる えと滑走路は00だし、えーとまあ、東は09、えー、と真南は18、真西は27ってなりますだから A 滑走路はこれ 16R っていう名前なんですけどおおむねあの進路160度を向いています最後のなんか一桁はし四者五入か,なんかちょっと忘れましたけどなんか規則が決まってます で、反対から行くときは、えっ、ー、と、3、4L。あの、方位、340度向きですね。で、L と R ってあるのは、レフト、あの、レフトとライトなので、左と右っていう意味です。なので、えっ、ー、と、これ、同じ340度の滑走路が2本あるんですけど、えっ、ー、と、こっちが左なので、R、ルこっちが右が R。なので、反対向,向きの場合は、L と R がひっくり返ります。で、B 滑走路は、ここに書いてあるように、えっ、ー、と、 40度の進路で行く場合と220度の進路でこう来る場合とあります。で 16L はあの160度でこっちからこっち。34R は340度で、えー、とこっちからこっちにあの走ります。で D 滑走路。D 滑走路ってね、私がも持ってたなんか古い航空図みたいなのには載ってないので。 乗ってないものすごい古いので何とも言えないんですけど新しくできた滑走路じゃないかと思います D 滑走路えー、っとこれはあの新方位50度でこっち向きに走っていくのと方位230度でこっちからこっちに戻ってくるのがあの滑走路がありますこの4本 ABCD とありますで <laughs> さっきもお話ししたんですけど北風の時と南風の時でえー、っと 向かい風になるように、えー、離陸したり着陸するよって言ったと思うんですけど、で、えっとね、羽田空港の場合はね、大体こういう2パターンで決まってるみたいです、北風の場合と南風の場合っていう2つに大くくりして運用してるみたいです。で、北風の場合は、えー、っと、出発の、えー、っとほ、あの、滑走路が2つあって、 えーとまず <laughs> C 滑走路で 34R に出てこっちに曲がって出発していくから D 滑走路で05であの出発していくで着陸は 34L と 34R に着陸するこれがあの北風の場合のパターンだそうですで南風の場合のパターンは、えー、着陸は、えー、と B 滑走路に、えー、と22で降りてくる から、えー、D 滑走路に23で降りてくる。この2つのパターン。それから、出発は、まあ、離陸ですね。あのー、C 滑走路を 16L で、えー、と <laughs> 出発するか、A 滑走路から 16R で出発するかということになります。私、専門家でもパイロットでも何でもないので、えーと、いろんな本とかいろんなネットから調べたのをこうやってあのまとめてるだけなので、えー 間違ってる可能性は大いにあります。でもまあ、あのこうやって自分で調べて、えー、頑張って着陸できるようになってみたいと思います、えー。新共和国パイロット調べ、まあ、私が調べましたってことですね。えー、ということで、えー <coughs>、着陸に向けて頑張っていきたいと思います。